こんにちは、ゆふなつきです。はい、今日は家のものをちょっといろいろ揃えに雑貨屋さんに行ってこようと思うので、その様子をちょっと動画を回していこうと思います。それでは行ってきます。前髪が飛ばされました。今日行こうと思ってる雑貨屋さんはヘマっていう雑貨屋さんなんですけど、ブリュッセルとかブルージュとかいろんなところにあったので、どうなんだろう、ベルギーのお店なのかちょっとヨーロッパのお店なのかわからないんですけど、こっちではよく見かけます。寒いないつも Vlog 撮ってる時ちょうど寒い日に出てる気がするこっちの人はエコバッグ文化というか、あんまりスーパーの袋とかを使わないので、私も今日ちょっと大きめのトートバッグを持ってきました。でもこれはね、雑貨屋さんで実は買ったものなんですけど、はい、エコバッグです。土曜日は本当に人が多くて、チョコレート屋さんとかも普段は空いてるとことかでも行列ができてたりするので、観光に来るんだったらできれば日曜日はちょっとお店やってないとこ多いんですけど、平日の方がいろいろスムーズに回れる気がします。はい、到着しました。ここに今日は行きます。イースターなのですごいイースターグッズがたくさんある。ミッフィーちゃんがたくさんあります。かわいい、ミッフィーちゃんの目玉焼きが作れるグッズとか、なんだろう、クッキー型かな、これクッキーを作る方っぽいのもあります。あとね、なんか混ぜたらクッキーが作れる瓶みたいのもあります。ちょっと気になるけど美味しいのかなこれね、製菓用のアイテムとかも結構多いです。お菓子、イースター系の卵をモチーフにしたお菓子がたくさんあります。すごい、本当に店内がイースターまみれです。お菓子、ここもイースターです。大きいウサギちゃんのチョコかわいい。ポストカードとかもあります。本当に自分で入れるタイプのポストカードもあります。すごい、選んで入れるやつかな。かわいいミッフィーちゃんグッズ、いろいろ、ストロー付きの、なんだろう、タンブラーかな、あとマグカップとかも、ティーポットとかもあります。え、かわいいとこちらは誕生日とかの飾り付けグッズです。なんだろう、カプセル、ネスカフェのネスプレッソのカプセルもあります。ヘマ限定のコスメです。はい、調理器具です。いろいろあります私ヘラが欲しいんだよな、今混ぜる料理に使う混ぜるやつが欲しいけど、これとかめっちゃ使えそう。スライサー、キャベツの千切りとかに良さそう。ろうそくです。すごいカラフル、かわいいコアラちゃんグッズ。え、かわいいコアラのクッションがある。レッサーパンダとコアラのアイテムがいっぱい。アイマスクとかめちゃめちゃかわいいいいな。こっちはお花柄のグッズかな。か
わいい。バタースコッチ、これ絶対おいしい。バタースコッチ2つ。ワッフルって書いてある。ヘーゼルナッツ、トフィーコーヒーとか、ミルククリスプ、ミルクカラメル、これも絶対おいしい。ミルクチョコムース。ワッフル気になるからもう一個買った。というわけで今1個目の雑貨屋さんに行ってきたんですけど、ちょっとねまだ調理器具が欲しいものがなかったので、もう一個前回の Vlog で紹介した調理器具のある雑貨屋さんに行こうと思います。とりあえずさっきのお店ではマグカップとグラス系はゲットできました。駅からは離れてるんですけど、いろんなお店が集まってるのでここに来ちゃえば結構観光できるんじゃないかなと思います。というわけで2店舗目はこちらのお店です。調理器具とかがたくさんあります。キッチン用品を購入し終えました。ちょっとね細かい購入品はお家で取ろうかなと思います。ちょっとね想像以上に店内が混みすぎててなかなか動画が撮れなかったので、おはい、またちょっとお家でゆっくり紹介します。はい、というわけで帰宅したので早速購入品をパパパッと紹介していきたいと思います。まず2店舗目で買ったものから紹介していこうかな。そんなにね量がないので、量がないといってもいろいろ買っちゃったんですけど、ピントがあった。はい、2店舗目はこちらのお店で購入しました。はい、まず1店目が丁寧に包んでいただいてたのでちょっと、はい、1店目がこちらです。トリュフ塩です。私最近お昼にサラダとか生ハム入れてサラダにするのにハマってるんですけど、トリュフ塩をかけていつも食べてて、これがねたくさんトリュフが入ってたのでちょっと気になって購入してきました。トリュフ塩かけるだけでちょっとサラダがねちょっと美味しくなるのでかなりお気に入りで結構使ってます。こちらのお値段がですね8.9 ユーロ、まあ1000円、1300円ぐらいかな、ちょっとお高めなお塩です。でもねそんなに減るものでもないので1個買ったら何ヶ月かは持つと思います。はい、そしたら2点目、じゃじゃん、こちらのボウルです。なんかサイズ感的にスープとか入れるのにちょうどいいかなと思って購入してきました。スープのお皿をちょっとニトリのマグカップみたいな形のスープ皿を使ってたんですけど、ちょっと2個しかなくて、ちょっと来客とかがあった時のために数あった方がいいなと思ってさらに購入してきました。これを3つ購入してきました。こちらのお値段が 3.5 ユーロです。まあ700円しないぐらい、600円700円ぐらいかなです。なんかねこの縁の色がとっても可愛いです。ちょっと私にピントが合っちゃったちょっと今ねパテちゃんたちが、私が帰ってきたので、ちょっと下でふがふがしております。はい、最後かな、最後ですね、最後の商品がこちらです。じゃじゃーん、お皿です。はい、これもね水色の縁があってこんな感じ、多分パスタ皿なのかな、結構大きいですよね。はい、こんな感じですなんですけど、夜ご飯とかに私サラダを結構作るんですけど、ちょっと可愛いなと思ってサラダとかにぴったりだなと思って購入してきました。お昼とかねパスタ作った時にもちょうど良さそう。これはちょっと1個しか買ってないんですけど使うのが楽しみです。ちょっとパテちゃんがトイレしたのでちょっと一緒に行ってきます戻ってきました。そしたら続きをやっていきます続いてはヘマで購入したアイテムの紹介をしていきたいと思います。まず1点目はじゃじゃん、じゃあ店内の動画でも紹介したと思うんですけど、イースターのお菓子というかチョコですはい、こんな感じです。いっぱい自分の好きな味を詰めれるんですけど、いろいろ買ってきました。なんかこれは1箱満パンにして
3.75 ユーロらしいです。私最初6粒しか入れてなくて、お会計に持ってった時に店員さんがこれ満パンにしていいんだよって言ってくれて、帰りに満パンにして帰りました。はい、でこの中でもいろいろあるんですけど、何味かな、プラリネ味とかピーナッツバターとかいろいろあるんですけど、今日はちょっと気になってるのがあって、こちらのストロープワッフルという味を食べてみたいと思います。でこの銀紙もワッフルの模様がついてて、どんな味なんだろう、全然想像つかない。いただきます。なんかこのなんだろう、イースターの時期はスーパーとかも卵型のチョコをこう自分で袋に入れてレジに持っていく感じのコーナーがあって、どこにでも結構今の時期はありました。昨日はねスーパーで詰めたんですけど、はい、はい、今日はちょっと初めてワッフル味を食べてみます。いただきます。なんかちょっと食べかけ見せるのはあれなんですけど、なんか分かりやすく言うと、こう丸の中に線が入ってて、こっち側とこっち側で味が分かれてます。キャラメルと、なんだろうな、これザクザクしてる甘い感じ。でもワッフルっていうよりはキャラメルに近いかな。多分ストロープワッフルがなんか多分このペタってした感じのワッフルみたいのがあるんですけど、ゴーフレットみたいな感じの、それのことかなって思うんですけど、暴れてると思うんですけど、うん、キャラメルに近い、キャラメルと甘いザクザクが入ったチョコレートでした。これはねちょっと毎日ちょっとずつ食べていこうと思います。こんなにいろいろ詰めて 3.75 ユーロなのはちょっとお得なんじゃないかなと思います。はい、次のアイテムもイースター関係です。じゃじゃーん、見てください、かわいいミッフィーのマグカップです。はい、私最近手荒れがひどくて食洗機を最近使っているので、ちょっと食洗機対応のものが意外と少なくて、その中でもちょっとこちらは対応してたので購入してきました。はい、コーヒーをね飲むのに最近ハマってるので、ちょっとこれで朝飲んでみようと思います。こちらが 8.5 ユーロ、こちらが 8.5 ユーロで1000円ちょっとかな、かわいい、大事に使いたいと思います。朝のねコーヒータイムが私大好きなので、こういういろんなちょっとグラスというかマグカップをこれから集めていこうかなと思います。はい、次のアイテムを紹介します。じゃじゃん、水筒です。金色のかわいい、なんか金って言ってもなんだろうな、かわいい金かわいい金って言うとあれなんですけど、なんかちょっとくすんだ感じのゴールドです。こんな感じでね、6時間あったかいのと12時間冷たいのが維持できますという水筒なんですけど、最近外が寒すぎて長時間いると体がめちゃめちゃ冷えて、もう足の感覚とかなくなってきちゃうので、ちょっとあったかいものを持ち歩こうかなと思って、この中にお茶とか紅茶とかいろいろ入れようかなと思って購入しました。なかなかね日本では自販機とかがたくさんあるので水筒を使う機会がなかったんですけど、ベルギーは全然自販機がないので、ちょっとこういうのこれから活用していこうと思います。他の水筒が13ユーロです。だから1500円、1600円ぐらいかな。だからちょっといいお値段したので、ちゃんとこれから夏も使っていきたいと思います。はい、そしたらお次はこちらですね、バスマットです。シンプルなバスマットなんですけど、すごいね肌触りが良かったのでゲットしてきました。今のバスタオルは本当に使いやすくて、今もたくさん使ってるので、ちょっとシリーズで同じ色を買ってきました。はい、じゃあ次のアイテムです。次のアイテムはじゃじゃん、コアラです。可愛くないですか、このポンポンというかふわふわがついてるヘアゴムなんですけど、動画でも紹介したんですけど、コアラのアイテムがすごくたくさんあって、ちょっと1個欲しいなと思って、全然このコアラは厚紙なので関係ないんですけど、ちょっと可愛くてゲットしました。家にいる時は髪を結んでいることが多いので、ちょっとこういうものをよく使うので今回はゲットしてきました。はい、こちらはヘアゴムが4ユーロです。だいたい1個1ユーロちょっとぐらいですね。はい、500円ぐらいです。気持ちいい、色味もね可愛いですよね。外にもつけていけそう。はい、なんかちょっと日差しが強くなってきちゃった大丈夫かな。はい、アイテムをなんか光が大丈夫かな。アイテムはこちらです。グラスです。ちょっとね柄が見えないんですけど、金のお花の柄がいろいろ入ってます。
でちょっとね、そこが浮いてるタイプの、多分熱いものを入れても手がね熱くならないタイプのグラスです。これもね食洗機対応でゲットしてきました。はい、こちらのグラスが7.5 ユーロです。グラスは何個あっても困らないので、ちょっといろいろ可愛いものを集めていきたいなと思ってゲットしました。今シンプルなグラスしかないので、ちょっとデザイン性のあるものをねこれから集めていきたいと思います。というわけで次もグラスです。じゃん。はい、イースターです。はい、うさぎちゃんの鼻と口とひげがついたグラスですね、こちら。はい、こちらが 4.5 ユーロ、ちょっと安いのかな、さっきのグラスよりはちょっと安いです。シンプルな形なんですけど、すごくたくさん入るので、これからたくさん使っていこうと思います。はい、というわけでなんか食器とかグラス系が多めになっちゃったんですけど、だいたいこんな感じです。本当はね、もうちょっとお皿とかも買いたかったんですけど、いろいろ迷っちゃって、また別日に出直したいと思います。はい、というわけで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。